ここまで憂鬱事案が出てくる国もそうないよね。こんなことで世界一になっちゃうなんてね。皆さんはもし外国人から日本は残念な国みたいなことを言われたらどのように思われるでしょうか。何を根拠にとか、海外に比べたらかなりいい方だよねなどと反論したくなりますよね。しかし海外の人に自国のことを指摘されてあまりに的を射すぎていて大混乱に陥っているのがお隣韓国です。世界に影響力のある人物に大っぴらに憂鬱な国と指摘されてしまった韓国、その憂鬱の残念すぎる内容について今回は詳しくご紹介していきたいと思います。どうぞ最後までご覧くださいね。1. 最も憂鬱な国韓国。世界で最も憂鬱な国を旅した、こんなタイトルの動画を投稿したのはアメリカのベストセラー作家で140万人以上のフォロワーがいる YouTuber でもあるマーク・マンソンさんです。世界で最も憂鬱とされた国は韓国だったわけですが、このタイトルに含みや裏があるわけではなく、文字通り韓国が世界で一番憂える国だという内容の投稿だったんです。マンソンさんは動画の中で韓国は経済的文化的に世界から注目を浴びているものの、不安感や憂鬱症自殺率が高まっているとし、その理由について韓国が儒教文化の悪い点と資本主義の短所を増幅させてしまった結果と分析しています。理由の一つとして過度な競争社会や学歴社会を挙げています。韓国政府の行ってきた教育システムを残酷だとし、100点を取れなければ失敗とみなされることにより常に失敗したという感覚を持ってしまうことに触れ、精神面の健康に良くないと話します。また儒教文化の悪い点として、儒教では憂鬱症や PTSD 心的外傷後ストレス障害のような精神的な健康問題に共感しないとした上で人格の失敗と判断するとまで言っているのです。人格の失敗と言われると衝撃的ですが、つまりは儒教文化の悪い部分が根底にあることで韓国の人たちの人格形成に悪影響を及ぼしているという意味なのでしょう。さらには資本主義の最悪の部分、きらびやかな物質主義と金儲けに対する努力だけを選び自己を表現することや個人主義は無視したことにより子が亡くなってしまうことへのストレスと絶望は途方もないと述べています。ここまで具体的に韓国という国の憂いを外国の人に分析されてしまうとは、韓国の人たちには相当ショッキングだったのではないでしょうか。これまでなら愛国心の強い韓国の人たちのことですから、いやそんなはずない、どこを見てるんだなどと激しく反論していたように思います。しかしこれを見た韓国の人たちの反応はというと、あまりにも韓国のことを正確に把握していて恐ろしいと思ってしまった。外国人の方がこの国のことをよく理解しているようだ。この国はお金を持ってるかどうか、そして外見の良し悪しで全てが決まる。それは本当に地獄だ。韓国人は飢餓で苦しんで死ぬことはないが、いつも他人がどれだけ良い車に乗っているか、他人がどれだけ素晴らしい豪邸で暮らしているかなどを見ながら精神を病んで苦しんでいる。それが韓国人の国民性だろう。韓国の問題点は儒教の最悪の部分を引き継いでいることにある。韓国の教育システムの改革が急務だ。その改革なしでは韓国に未来はない。この国は国家全体が哲学を学ぶべきなのかもしれない。ほとんどの人がマンソンさんの動画に対し、その通りだ、と同調しているのです。反論できないくらいの現実が、きっと韓国の人たちの目の前に立ちはだかっているのでしょうね。2. 人格の失敗、儒教の悪い部分とは、人格に関する衝撃的なワードが出てきたので、儒教の悪い部分がもたらしているものについて解説していきましょう。そもそも儒教は紀元前に中国の孔子の教えをもとにした思想のことです。それぞれの国に合わせて変遷を遂げながら東アジア各国に広まりました。大義としては人を思いやることや礼
人を具体的な行動として表したものなどによって人間関係を良くしていきましょうねというものです。後にこの例が上下関係で守るべきことの意味に変わっていったといいます。また儒教といえば男尊女卑のようなイメージのある人もいらっしゃるかもしれませんが、実はそもそもの儒教の教えにはそういった考えはなく、そっちの方が何かと都合がいい人たちによって色付けされ、そのような教えとして利用されてきたと考えられています。韓国では都合のいいように変えられた儒教が、あたかも素晴らしい教えのように国全体に広められているんですね。韓国社会の運営のために強調された厳しい上下関係は、年齢、性別、お金、学歴、外見などあらゆる部分での圧力を生んできました。目上の人や偉い人にへつらわないと組織では生きていけない。よって個人としての主張ができなくなる。組織の中だけでなく家庭や社会の中でも常に誰かと比べられ押さえつけられている状況と言えるでしょう。このままでは辛いので、自分が他の人よりも上に行くために他を蹴落としながらさらに物質主義に走る。自分以外の人はみんな敵みたいな構図になっていますよね。これではそもそもの儒教の教え、人間関係を良くしようも何もあったものではありません。他者や弱いものを思いやることのできないこの儒教っぽいものの存在が人格を形成するのに一つもいい影響をもたらしておらず、韓国の人たちの人格形成は失敗しているという主張にも納得してしまうところです。 3. 政府主導の人格改造計画も、実は人格を改造しようという法案が韓国国会に提出されています。その名も人格教育振興法。つまり韓国の人たちは自分たちの人格について問題があると認識しているということのようです。きっかけはセウォル号事件。乗客乗員304人が亡くなった韓国船の転覆沈没事故ですが、そのうち250人が高校生で、若い命が多く失われたことでも悲しく痛ましい惨事として世界の記憶に残るところとなりました。事故の明確な原因は分かっていないものの、少なくともセウォル号が化石砕であったこと、また船のバランスを保つために必要なバラスト水が通常の4分の1しかなかったことが分かっています。これは荷物を多く乗せるためにあえて減らしたものだったんだそうです。さらにひどいのはその後の船長をはじめとする船員の対応です。船長をはじめ船員は誰一人避難誘導をしないまま、最下層にいた機関士や操舵士まで早々に逃げ出し、最初の救助船にいたといいます。船内では危険なのでその場を動かないでくださいというアナウンスが流れており、それに従った高校生たちが尊い命を失ったと見られていますが、船員が避難させなかったのは救命ボートが老朽化で使えないことを知っていたからという話もあります。追及すればするほど運航管理や人的な要因が数えきれないほど上がってきており、私たち日本人にはにわかには信じがたい韓国人の人格が見えた大事件となりました。これを契機に社会に蔓延する不正と非良心的な行動を正そうとする人格教育振興法が国会に提出されることになったわけです。セウォル号船長の名前を取り、別名異準則防止法というんだそうです。これにより学校教育の中で人格教育を支援するプログラムを普及させたり、教員への研修を行ったりしているそうですが、この法案の公布から10年近くが経過してもなお具体的な成果が見えないというのが正直なところでしょう。そもそも人格って教育の中で教えられるものなのか、根本的なところが間違っているような気がしてしまいますよね。4. 不安、憂鬱、自殺、韓国の憂い。韓国で心の健康に問題を抱えている人はどんどん増えているといいます。韓国の国立精神健康センターが15歳から69歳の3000人を対象に調査したところによりますと、2024年の調査では 73.6% がこの1年間心の健康問題を経験したことがあると回答しています。2022年の調査では 63.9% なので、2024年には 9.7 ポイントも増加していることになります。さらに強いストレスを経験した
と答えた人は2022年の 36.0% に対し、2024年は 46.3% に上っているのです。また、韓国心理学会などが実施した2024年の精神健康実態調査では、衝撃の事実が浮かび上がりました。最近2週間に行きたいと思わないと感じたか、という問いに 42.6% が少なくとも1回、行きたいと思わない状況にいた、というのです。これらの調査をもとに韓国心理学会が精密分析した結果、3人に1人が正常な範囲を超えるうつ病と不安感に苦しんでいることが分かったそうです。2004年以降、韓国は OECD 経済協力開発機構加盟国のうち自殺率ほぼトップの状態が続いています。さらに2024年は1月から5月だけで前年同期比より 10.1% も多い6375人が自殺したというのです。韓国政府は2023年からの5カ年計画として自殺予防基本計画を発表し、5年間で 30% 自殺率を下げることを目指しているといいます。具体的にはメンタルヘルスチェックの頻度を増やしたり、高リスクと判断された場合に早期に治療を受けられたりするというものですが、2024年の自殺者の数を見るに、それらの対策は全く意味をなしていないような気がします。さらに悲しいことに、2022年までの5年間で自ら命を絶った小中高校生が822人に及ぶといいます。2018年には144人だったのが、2022年には193人と急増している状況なのです。分かっている原因として、学業や進学の問題が最も多いといい、精神科的な問題や対人関係などが続きます。うつ病で病院にかかった子どもは5年間で2倍になっているんだそうです。これまで国民年金の支払い期間が短いために、生活に困窮した高齢者の自殺率が問題になっていた韓国ですが、もはや高齢者だけに言える問題ではないことが明らかです。国民全体が病んでしまっているこの状態、冒頭のマーク・マンソンさんが世界で最も憂鬱な国と言い切るのもわかる気がしますよね。5. 人生の価値は家族より物質。アメリカの世論調査機関ピューリサーチセンターが世界17カ国成人の 18,850 人を対象に行った調査で興味深いものがあります。質問内容は、あなたが人生で最も価値があると思うものは何かというもの。回答には、家族、健康、仕事、物質的な幸せなど19種類のカテゴリーがあり、世界17カ国で最も多かったのが家族の 38%、次いで職業 25% でした。日本も含めほとんどの国が絶対的多数の1位に家族を挙げているにもかかわらず、韓国は人生で価値があると思うものに物質的な幸せを一番に挙げているのです。物質的な幸せ、つまりはお金が人生の中で最も価値のあるものと答えたのは17カ国で韓国だけでした。韓国の回答は、次いで健康、3番目に家族。この結果を見ると、私たち日本人と人としての価値観がここまで違うことに衝撃を受けてしまいます。ちなみに、韓国の夫婦の日を前に、韓国企業がネット上のワードを元に集計した韓国人が最も信用できないと思う人の調査結果での第1位は夫、次いで2位が友達、3位は社員、4位に母親、5位に子供。夫婦の日にこんな調査をするのもどうかと思いますが、韓国人にとって家族など身近な人の信用ができないというのは、長い人生を過ごす中でこんなに苦しいことはない気がしてしまいますね。信用できない家族の中で過ごすと心が病んでいくのが目に見えますし、それを救い支えてくれるはずの家族が実質自分の利益しか考えていないとなると、もう救いはないような気がします。韓国の憂鬱の連鎖は、なかなか簡単には断ち切ることはできなさそうです。儒教の変遷に伴い、教義のように言われるようになった男尊女卑は、韓国社会に根強く残っています。韓国は OECD 各国の中でも最大の
31% の男女間賃金格差がありますし、男性が女性より上といった感覚が当たり前で、暴力なども横行しているため、平等でありたい女性としては男性自体を敬遠してしまう傾向にあるんだとか。そうなると結婚にも夢を持てなくなりますし、出生率も 0.72 まで落ち込むのも致し方ないのかもしれません。アメリカの人気作家マーク・マンソンさんの憂鬱の中では語られていませんでしたが、このあたりも儒教の悪いところが増幅した結果で、韓国の大きな憂鬱の一つと言えそうです。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんの意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。